こんにちは、方程式チューバーです。今回は全科式の中でも特性方程式を利用した問題を2題解説をしてみたいと思います。一緒に勉強しましょう。ではまずこちらの問題です。 A の位置が1、そしてこのような形が書いてあります。特性方程式というのはたまたま偶然ですけれども、 A の N プラス1と A の N をたまたま偶然 α と置いてしまえば α が出ちゃうんだという式です。この解説はこの全化式の中にあるなぜそんなことをしていいのっていうところで実は興味深く解説をしてありますので、決して数学的に代入したわけではないんです。とても面白い結果として結果論でこのようにしてるだけの話なんですけれども、とても便利なのでぜひそちらの解説もお聞きください。式を変形しました。 2α を移項します。マイナス α になってイコール3ですから、当然これは α イコールマイナス3になります。ということでこの式どのような形で変形できるかというと、 A の N プラス1マイナスカッコマイナスの3、マイナス3ですからマイナスの3です、イコールここに2がありますから2カッコ A の N マイナスカッコマイナスの3ということになります。そしてこちらのところ、少し最初からこのように書ける人は書いていただいて結構です。マイナスとマイナスはプラスですね。2倍のカッコ A の N プラスの3というふうに書いてあげましょう。ところでこの後何をするかというと、実はこちら A の N プラス3を新しい数列 B の N で置いてしまいます。その結果としてこちらの前の方が、この結果として今度はこちらが B の N プラス1と置けるんです。ですからこの式は B の N プラス1イコール2倍の B の N ということになり、何を意味しているかというと、第 N 項を2倍したら次の項が出てきたということで、これ等比数列ですね。等比数列。さて今こちらを置き直したものを一回整理して書いてあげましょう。 B の N は A の N プラス3と置いたわけですよね。そして等比数列だから項比が R が2です。この2はこちらの2ですよ。この2はこちらの2。じゃあ初項は、初項というのは B の1ですよね。B の1は A の1プラスの3。A の1は何だったかというと、最初の条件でこちら。A の1は1ですよというふうに言っていますから、ここに1を代入しましょう。こちらに1を代入しましょう。1たす3で4になります。つまり、B の N は、B の N イコール、初項が4。4かける2の N マイナス1乗。さて先ほど B の N をどのように置いたのかというと、こちらですね。 B の N、 この B の N を A の N プラスの3と置いてるわけですよね。ですからこちらの B の N を戻してあげましょう。 A の N プラスの3、 A の N プラスの3イコール4かける2の N マイナス1乗。プラスの3を移項してあげると、ゆえに A の N イコール4かける2の n マイナス1乗マイナスの3になります。こちらが A の N になるんですけれども、実際にはちゃんとこれです。確認しましょう。こちらを。N が1の時に1になるかどうかの確認です。よろしいでしょうか。いきますよ。N イコール1の時。A の1イコール4かける2の1引く1乗マイナス3で、2の0乗は1でしたよね。ですから4-3でちゃんと1になります。よって答えです。よって答えは、 A の N イコール 4×2 の N-1 乗マイナスの3となるんですけれども、実はもうお気づきのところあったと思います。4というのはこのまま2の2乗のことですから、実際にはこのように回答を進めていって回答に結びつけている問題集参考書の答えが多いと思います。2と n-1 を足し算ですから、2の n+1乗-3、こちらで答えとなります。では次にこちらの問題、よろしいでしょうか。ここでいいかな、ここで見えますかね。よろしいですか。じゃあこちらの問題の解説をしていきましょう。今と同じです。しかしこちら少し見やすく式を変形してあげましょう。イコールマイナス2分の1 A の N
クラスの1と変形します。するとこちらを特性方程式のルールで α と置いてしまうことによって α イコールマイナス2分の 1α プラスの1マイナス2分の 1α を移項します。 α プラス2分の 1α イコール1です。これは2分の2プラス2分の1ですから2分の 3α イコール1になるので α イコール3分の2が出てきます。よろしいですか、ここまでは。はい、そして、この式をこちらでもいいですね、同じですね、こちらの方がいいかな。α が3分の2と出たところで式変形です。 a の n プラス1マイナス3分の2イコール a の n の前にマイナス2分の1がありますからマイナス2分の1括弧 a の n マイナス3分の2とやりましょう。そして次に必ずやらなければいけないのはこちらをb の n と置いてしまいましょう。 b の n は a の n マイナスの3分の2です。こちらを b の n と置いた関係でこの前に書いてあるこちらは b の n プラス1と置けるんですね。そこでこの式等比数列の形を作るんです。ゆえに b の n プラス1はマイナス2分の 1b の n です。公比がマイナス2分の1、じゃあ初項は B の1。 B の1はこちらにある A の N マイナス3分の2の N を1にすればいいから A の1マイナスの3分の2。 A の1って何だったかというと A の1は動かしますよ、0です。0ということでこちらに0が入りますから0マイナス3分の2で B の1はマイナスの3分の2と分かります。では B の数列です。B の数列は B の N イコール初項がマイナス3分の2マイナス3分の2公比 R がマイナス2分の1の N マイナス1乗ということがわかるわけですね。そこでこの B の N です。 B の N はこれですね、こちら色をちょっと変えましょうか。 B の N はこれですよね、 A の N マイナス3分の2でしたからここを書き直してあげるんですね。ずらしますよ、これでいいかな。すると B の N のところが A の N マイナス3分の2になって、これが青いところの B の N ね、これがねイコールマイナス3分の2括弧マイナス2分の1の N マイナス1乗、マイナス3分の2を移項しましょう。ゆえに A の N イコールマイナス3分の2括弧マイナス2分の 1n マイナス1乗プラス3分の2というのが出てきます。さてここで a の1も確認してみましょう。 n イコール1の時 a の1はマイナス3分の2カッコカッコマイナス2分の11引く11引く1乗プラス3分の2です。ここは0乗になる関係で1ですよね。ということでマイナス3分の2かける1足す3分の2の答えは0です。先ほど言っていた A の1が0、ずらしますよ、問題のこちら A の1は0ですよということで一致していますからこの問題の答えです。いよいよ答え、答えは A の N イコールマイナス3分の2かけるマイナス2分の1のn マイナス1乗プラスの3分の2というふうになるわけですね。こちらのやり方は特性方程式を使ってもう一度確認をしますけれども、実は最初に与えられたこちらの式 a の n プラス 1a の n たまたま偶然の産物で数学的な理由は全くないんだけど α を出すためだけに有益な α と置いて計算をしてしまうということで α が出てくる、その出てきた α をこのような形で3分の2と出てくれば a の n プラス1マイナス3分の2マイナス a の n の前のマイナス2分の1が来て a の n マイナス3分の2、そしてこちらを新しい b の n という数列で置くことによってこの前は b の n プラス1、するとこれは b の n を b の第 n 項 b という数列の第 n 項をマイナス2分の1倍すれば次の項が出てきているという意味になるから等比数列、こちらね等比数列、等比数列だから公比とあと初項を出してあげるということで、 B の N の数列が出れば B の N を
元に戻してあげれば A の N が出るという大きな流れで回答が、完成するということになる問題です。ぜひ、特性方程式をご理解していただく、あるいは使えるようにしていただいて、こちらの全化式回答できるように頑張られてください。お疲れ様でした。